さあでではすすね英文のとやっていいいきたいと思います今回はこれです働きすぎるとストレスがたまるよさあどう英語で表すでしょう考えてみて普通にねパッとこう口頭で言ってみるよう英会話の演出長ますね働きすぎるとストレスがたまるよ働きすぎれはまあ Working too much とか Working too hard とか見ねストレスがたまるどう表すかな はい。じゃあやっていきましょう。今回ね、ストレスがたまるよっていう部分もまあまあポイントなんですけども、実は一番大事なポイントとして設定したのが、因果関係ってやつです。この働きすぎるっていうのが原因で、ストレスがたまるっていうのは結果。こういうの因果関係って言うんだけど、因果関係を書かなきゃいけないとかいい言わなきゃいけないっていう状況っていっぱいあるんですよ、ね。受験でものすごく問われます。なので、この原因と結果を表すときにどういうことを考えて英語を作ればいいのか。 ね。この因果の作り方っていうのを今回3パターンに分けてね、説明していきたいと思います。え3つもあるんかいと思うかもしれないけど、うん、3つある。で、3つね、全部覚えてた方がいいです。それぞれ使う状況によって、今回はこれ使う、今回はこれ使うってやっぱあるからね。はい。ということでね、えー、3つの紹介をしていきます。これもうね、ものすごくこの3つを知っておくと英語を作ること簡単になるんでえ、ぜひなんとなく思い浮かぶ人もね、最後までご視聴ください。これ一番最後に、おうみたいな感じになります。はい。じゃあ行きますね。えー、っと、3パターンって言ったいでしょ ?1 個目。 まずはここからね一番簡単なやつで一番日本人が思い浮かぶやつからいきます。それは接続詞を使うことね。はい、えー、働きすぎたらストレスがたまるよってことでこれを見た瞬間、If、If you work too hard みたいな感じで接続詞を使ってつなごうと思った人はい多いでしょ、えー、多分ね、ほとんどの人はこれ使うと思うんですよね。日本人はやっぱり因果関係って見たらね、えー、接続詞を使いたくなる。もしくは、because とかね。 えと接続詞やあとこれ全詞もここに含みます全詞接続詞や全地を使ってつなぐ全地前,、えー、前回の動画見ましたこの地図のおかげで私は彼女の家にたどり着くことができたってやつ、えー、あれでもね全地の ThanksTo を使ってませんそうあ、ね、理由を表す全地っていうのが英語にはまあまああるんでそういうのを使ってもいいかなと思うはいということでは、ね、接続詞一応書くか接続詞だったら Because とか if,、ね、こういうのを使ってやるっていうのもあるし、前置詞だったら、まあ前回やったサンクス2とか、because of 知ってるこれ中学生とかやったら、え、何々って思うかもしんないね。because ってあるじゃん。理由を表すやつね。あれ、前置詞として使うためには、of というものをくっつける必要なんだよ。because of で前置詞ある、まあ。つまり、前置ってことは後ろに名詞が来るのよ。いいですか because とか if は後ろにこの sv ってのが続くけど、これは後ろに名詞は続くのね。 だから、it ととかでいいよ。例えば、例えば、えばそれ。それのおかげでとか、それが理由でって言ったときは、because of it, thanks to it って言えばいいと。はい。まあ、thanks to ってね、thank you っていう言葉がある通りだいたい,いい意味で使うことが多いけど、まあ悪い意味でね、皮肉っぽく使うこともあるんで、そこまで区別しなくても大丈夫かなと。それからもうちょっとね、応用パターンとして、due to っていうのも紹介しようか。これ結構出てくるんですよね。読解でも出てくるし、まあ、英作文でも使って全然いいよ。 これも Because of と同じように理由で使えるってことでこの3セットで呼ぶらいいんじゃないかなと思います。と、はいうことで、ね、こういう接続詞は全知を使って二分を接続するっていうのは、まあ、みんなが、えー、やりそうな、えー、ことだよね、うん。これはこれで全然いいんですよ。いいんですけどい,いいんですけどちょっと長くなりすぎるから書く量が増えるぞ。だって働きすぎるとストレスがたまるよこれを接続詞を使って SVSV で表すとしたら SV はどうせ 1> 1個必要ですね英語って仕事をし必要でしょでょも接続詞を使うと2個使わなきゃいけないので例えばこっち側働きすぎるとこれを接続詞の塊にするとしたらね If you work too hard みたいな感じで SV ってするそしたら S をいちいち考えなきゃいけないし動詞を使うと動詞の時制とかも問題になってくるじゃんそうするとちょっとね間違いが増えたりとかまあそもそもね長ったらしいのって必ずしもいいとは限らないですよ うん、シンプルに表したい時でもあるじゃんね。と、はい、いうことでいいこれ日本人は一番これ使うけどむっちゃけむっちゃおすすめみたいな感じではありません。と、はいうことで残り2つ紹介していきます2つ目それはね文系で因果関係を作るやつ知ってる文系であの。第1文系から第5文系まであったじゃん SVSV SV を。 SVOC S を使うそう大五文型 SVOC これは因果関係を表すときにむっちゃ使えるんですよ主語が原因になりますそしてこの OC が結果なの OC って分かるかな、えー、と主語述語関係になりますからね SP あ俺述語のことを P って書くんですが主語述語ね SP っていう手術,術関係か関係この O と C っていうのは主語述語関係なんで O が C だって言うからね つまり S のおかげで S のせいで S によって O が C だみたいなのを SVOC という文型でシンプルに表すことができます。はい。例えば今回だったら Working too much will make you C だからね。まあ、C って普通形容詞でしょ。ストレスを形容詞にしましょう。形容詞にするとわかるストレスね。形容詞とかね。stressed。まあ名詞もあるよ。名詞だったらストレスですけど、形容詞だったら stressed。 ちなみに、ストレスフルとかいうのもあるけど、あれはあのー、原因が主語の時だからね、原因 is stressed っていうやつがあって、人が主語の場合はね、人 is stressed なんすよ。過去文章を使って形容詞化するわけ。ちょっとごめん今のあの、今回のメインテーマじゃないので、ちょっとささっと流させて、形容詞は stressed エディを使うと。はい、で、だから,だから,だから、だから、working too much will make you stressed、ね。もしくはね、make o の c って動詞の原型もいけるんですよね。 えー、なんで、working too much, make you feel stressed、ねえー。第二文献にして、feel stressed。でもに get stressed。とかでもいいかな。はい。っていくので、make を使う。いいですかこの動詞の部分がよ。make を <laughs>、まあ、形容詞とか、動詞の原型とかね。はい。あとね、今回、もう2つ押さえてほしいんですよ。今さ、シンプルに O が C になるとか、O を C させるみたいな感じでやったけど、 O がででききるるるようになるできるね S のおかげで「O が C できる」って表したい時結構あるんですよこれ実際この英社君のもと6あの例文がそうだったはずねこの地図のおかげで私は彼女の家にたどり着くことができたあれってこの地図が原因となって私がたどり着くことができたでしょこういうふうにできた感を出したい時ってのはねその時メイクじゃなく知ってる Enable! これを使うのをおすすめです。enable。able に en がつくの。そうするとね、これで enable っていう可能にさせるという動詞なんですね。うん、はい、enable or to do。enable は to 不定詞で、to do。これがおすすめ。これを使うと、s のおかげで o が do できると。こういう意味になることができるんで、まあ、英尺文のもと6の英文だったら、this map enabled me to reach her house to こうすればいいわけね。はい。ということで、えー、実はこれ前回ね、えー、説明していなかったけども、この e n a b l e o do を使って表すこともできるよっていう、えー、因果関係と思ったら、まあ、ここら辺ちょっと思い出してほしい。いいそしてね、そして、できない。これ、S のせいでできないってやつもあるんだよ。それはね、Prevent。妨げるという動詞あるじゃん。あれ、PreventOfRomIng っていう形を取るんだけど、 これを使えば S のせいで O が C できないってなります <S, S のせいで O がるできないはいということでねここら辺も因果関係でよく出てくるんでまあぜひねメイク OC という普通のやつに加えて EnableOutul とか p r e v e n t f r o m n g とかも同じ引き出し頭の引き出しにねしまっといてくださいいいかなはいということでこういうふうに SVOC を使って因果表すっていうのが2つ目のパターンですただですもう一回のさもういっか、まあ、いっか え実際結構受験生この話知っててこれを使ってくれる人まあまあいます、えー、特にまあご今のは大学受験生ね高校受験生はまだちょっとこの話はあのふわっとしてるかもしれないけど大学受験生になると結構これは叩き込まれるんですよ学校の先生とかね参考書にもよく載ってるしただね俺思うんだけどもっとシンプルにできる 3, です3つ目因果関係の動詞を使うこれです因果の動詞 何それって言うとこれね例えば構図引き起こすリードトゥー導くリザトイン結果としてて何,何になるっていうねこういった単語知ってるでもよく「引き起こす」「導く」「結果として何なる」これねあんま普段日本人使わないでしょ?「引き起こす」って最近いつ言った思い出して「導く」って最近いつ使った 例えばね、なんか台風が来て家が倒壊しましたとかいうときに、台風が来たから家が壊れたみたいな、台風が来たせいで家が壊れたみたいな感じで、ちゃんとこう、文と文をつなぐ感じにするよね。台風が家の倒壊を引き起こしたとか言う台風が家の倒壊を導いたって言いますあんま言わないでしょそう、この因果の動詞って日本語に訳してもなんかピンとこない。普段使わないんですよ。でも、英語ではものすごく使う。シンプルに、主語が原因、そしてこの目的は結果ってなるだけでしょ こういう原因と結果っていう感じで言いたいときは、これむっちゃ便利ですよ。例えば、今回だったら、working too much これが働きすぎることね。will cause 名詞でストレス。これでいいんですよ。そう、ここでストレスは名詞で OK。だって SVO の O これ名詞だもん。ね。ただ working too much will cause stress さっきのなんか形容詞にしてなんかふにゃふにする必要はないと。 ふにゃふにゃっていうか我々、まあ、で正しい英文で全然立派なね、えー、やり方なんですけどもまあこのね因果関係は動詞を使えば一発だよねっていうわかるこの便利さ、えー、例えばさそうだねこの本を読んだらお前成功するぜみたいな言いたいするよはい英語直しててこの本を読んだら成功するまあ日本人っぽくやると If you read this book you will、succeed. s u c c e e d とかねそんな感じでしょ接続詞を使うそれでもいいんですよじゃあ2パターン目でいくと 成功できるとか、enable とか使うか ?This book will enable you to succeed。まあ、こうなんでもいいかもしれないね。うん、いいよいいよ。でも、これ使うと、This book will cause success、ね。まあ、名詞だから、success ですね。これ一番シンプルじゃない ?This book will cause success。This book will lead to your success、ね。こういうふうに、因果の動詞を使うのが一番シンプルな英文として表せるので、ぜひ、この動詞を使えるように。 して,てくださいはいということで今回は以上です。接続詞車全知を使ってつなぐ SVOC を使うそしてこの因果の動詞で SVO で、ね、SVO で表すっていうこの3パターンを覚えといてあとはねもう自分が使いたいやつを使って練習していけばいいかなと思いますはいということで今回じゃあ模範解答というのはこれを使ったパターンにしましょうか Working too much will cause stress はいと、はい、いうことで、えー、しっかりとアンシェ例文としてインプットしておいてください 今回は以上です。